ワーイのロゴデザイン。ワーイは2010年から2014年の間、一人社が発行していた日本の機関雑誌。男の娘というジャンルを専門に扱っており、掲載されている漫画、イラスト、コラムなどもすべて男の娘をテーマにしたものである。キャッチフレーズは男の娘が集まる新世紀マガジン。ワーイは一人社から 男の娘専門誌として2010年4月24日に創刊された。当初は発行上月刊コミクレックスの増刊号という扱いであったが、ボリューム4で独立創刊した。企画及び編集は、女の子になりたい、や30歳の保健体育など、大人の教科書シリーズを手掛けた、一人者の肘形里資料によるものである。本誌は漫画をはじめとして、 イラスト、コラム、アニメ、ゲームの紹介記事などで構成されているが、それらは全て男の娘が題材となっているものか、あるいは作品中に男の娘がキャラクターとして登場しているものである。また、単にキャラクターとしての男の娘を扱うのだけでなく、漫画内で化粧のやり方の詳しい描写が描かれていたり、連載されているコラムでは、実際に女装のやり方などを掲載している。 また、広告ページにも女装グッズや、女装をすることのできるお店などが掲載されており、二次元の男の娘が好きな人に限らず、男の娘を目指したい人に対しての情報なども、扱う男の娘情報誌となっている。2014年2月25日発売のボリューム16をもって休刊となった。連載漫画読み切り漫画は、 掲載漫画の詳細男の娘マガジン、わーい。創刊を目前に編集長が語るわーいパブのツイート ABCD 知人者ウェーブわーい。ウェーバックマシン。ありがとうございます。